中国ごま、中国ごまとは中国のコマのことである。ディアボロによく似た空中で回すものが知られており、それを指す場合が多い。ここではこの空中ごまについて記述する。中国の空中ごまは中国語で空だけ、関東語で鈴などと呼ばれる。一見すると日本の鼓のような形をしている。両端には平らな円筒形の銅がある。多くは竹を切って蓋をしたもので。 側面には細長い穴が開いている。これは回転した時に風を切る音が出るようにした仕掛けである。二つの銅は木製の軸でつながれる。軸は砂時計のように中央がくびれており、表面は滑らかにされている。マースには細い二本の竹んぼの先端を細い紐でつないだものを使う。軸のくびれた部分に紐をくぐらせ、片方の棒を上に上げてコマを回転させる。 反対の竹棒を素早く上げて、紐を戻し、再び回転を与え、これを繰り返して回転を上げれば、次第に回転は速くなって、駒は安定し、音が鳴るようになる。中国駒で遊ぶ人中央の狭くなった部分の下に紐を通し、紐の一方を高く上げれば、駒は低い方へ移動し、その際、紐との摩擦によって、駒は回転する。 次に素早く反対側の紐を引くと、紐とコマとの間は滑って、紐を戻すことができる。そこで改めて、最初の型の紐を引き、コマの回転を速くしていく。回転が速くなれば、コマは紐の上で安定して回り続けるようになる。慣れると、コマを用いて様々な芸ができるようになる。基本的なのは、以下のようなものである。中国の雑技団の演目として取り上げられる。 数人の女性が出て、揃って駒を投げ上げたり、互いに駒を投げ合ったりといった芸を見せる。ありがとうございます。